ことになるような開発には絶対反対です。そんなできる限りなんて、そんな良くないな。人間はそういうことを繰り返して文明を発達させてきました。その恩恵はあなたたちも受けてきたはずだ。あとは選択の問題です。博士、岩場で死体が見つかったんだって。でもありえないんだよね。ありえない、聞き捨てならないな。警視庁の元刑事だったんですよ。あちらのお客さんが亡くなられましたよね。知りません、そんな人。あの家族は全員が秘密を抱えている。少年、湯川先生子供苦手じゃないですか。苦手じゃない、嫌いなんだ。来なくていい。君は愛する人を守り抜いて殺人の罪を背負うことができるか。一緒の秘密でしょ。もう無理だよ。お互いを愛するがゆえに守ってきた秘密です。やめろ。お前誰が塚原さんを殺すか分かってんじゃないのか。悲しき謎に答えはあるのか。真夏の方程式。